連鎖。
カラー RX178 ガンダムマーク2を強奪した英語が、この機体からムーバブルフレームの技術を手に入れ、軽量で堅牢なガンダリウムガンマなどの最先端技術の枠を凝らし、短期間で圧倒的に高性能な機体として完成した攻撃型可変試作モビルスーツである。最大の特徴は、ウェーブライダーへの可変機能を持ち、標準兵装のまま、艦隊で大気圏再突入が可能な上、突入中の起動、戦闘も可能としている点だろう。ジオン、独立戦争、いわゆる、一年戦争から、7年、旧、ジオン公国軍の残党狩りを標榜し、牽制を拡大する組織、ティターンズ、と、その横暴と戦うため、反地球連邦を掲げる。英語の構想は一気に表面化する。その資質から自らが開発に関わったゼータガンダムのパイロットとなった少年神指団は幾多の戦いに直面していくことになる。やがて情勢はさらに混迷、一年戦争に匹敵する規模の戦争状況、ウリプス戦歴へと発展していく。ざまないぜ。神優が男の名前でなんで悪いんだ。あなたは何やってんです？そんなところで！HG UNIVERSALCENTURY HGUC 分の1スケール HGUC とは、最新技術を用い、手頃なサイズ144分の1スケールで展開するシリーズである。旧キットのリニューアルのほか、今まで製品化されなかった幻のアイテムまでもラインナップに続々登場。君の選んだモビルスーツでガンダムワールドを広げよう。神様がいるって信じたくなったよ。
いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、そしてその他の動画もぜひ見てくださいね。